さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年、3月の16日、朝の11時4分、佳子さまへのメッセージ、まあ、ミーティングみたいなものですけども、もう喉とかやられ始めたり、もうここ、なりましたね。ほうれい線。昨日の状況、買い物行った時に、帰り道に、岡場駅のところに、竹内恵美アナウンサー、元報道ステーションのものと思われる人がいました。で、髪の毛はね、まあ、金髪みたいな色になっていて、で、ちょっとね、その、やっぱり結婚希望相手を佳子様にしている以上、話しかけにくいんですよ。他の女性だから本当に。で、いろいろその時やっぱりいろいろ考えたんですよ。まあ、その竹内恵美さんも僕の言ってる内容をしっかり聞いておいてほしいんですけども、例えばその竹内恵美さんがね、どこかに佳子さまが昨日晴れで今日もこれだけ晴天ですから、もしかして来てるのかなと思うんです。ただその実態は分からない。他のものは誰か来て晴れてるのかなのかよく分からない部分はある。もしフルーツラーパークに佳子様が泊まっていたとして、もしくは有馬温泉とかに佳子様が泊まっていたとして、そこへ竹内恵美さんが車に僕を乗せて連れて行ったとします。だそこでいろんなことを考えるんですよ。そこにいるのは佳子様じゃなくて別の人間だったらどうしようって。だそういう同じようなことをフルーツラーパークで僕は二十歳ぐらいの頃、いろんな人間を行ってるんですよ。それ聞いても嫌になって、フルーツラーパークになんかもう絶対止まらないって言ってたんですよ。だそれは順序入籍してから、例えば披露宴あげて、まあ佳子様との結婚の場合だったら多分東京都の方で、披露宴あげるような形になると思いますけども、そのフルーツラパークでね、以前も言いましたけども、小林麻耶というものが結局襲われてる。どうやら僕はそこの部屋に行かなきゃならなかったみたいなんですけども、だから僕はその部屋の前に行った時も襲われてたから、で、小林麻耶がそういう目に遭う前に別の誰かが、そのものはもう分かんない。ふざけながら、笑いながらふざけながら、上半身、もう服脱いでる状態で出てきた人間がいたから、もう嫌なやついたって、こういう時どうしたらいいんだろうって。まあその当時はまだ僕二十歳前後の頃でしたから、株式会社コイワインのね、正社員の人たち、こんな時どうしましょうって、それ夜ね、ほとんどの人も帰ってるんですよ。だからまあ、どちらかというと、その当時は、新栄フーズが、レストランとか、披露宴とか宴会の仕事をしてましたから、まあ僕はそこからの下請けの人材派遣会社の人間だったので、まあそういった新栄フーズの方の正社員の人たちと、ホテルのフロントの宿直の人たちで、どうしようって、本当に変な、やおやつ来たと。警察に通報してと。で、自分たちで逮捕。できますから、刑事訴訟を読んでたらわかる。しっかり文章を読んだらね。一般人にも逮捕権と捜査権あります。でもそういう、いろいろなことが頭の中よぎって、さらに今、フルーツラパークって、昔はゲート入り口のところで入場料1000円取ってたんですよ。だけどもう、それ今してないから、いろんな人間が簡単にホテル内まで出入りできるようになってしまってるから、危険なんですよ、フルーツラーパークって。特に僕の場合はね、その、
ホームページ淡井圭介の日記の一番から見てもらったら分かる通り、まあ、僕はどれだけ毎日絡まれてるかっていうところを見てもらったら分かる。今日の朝もそうでしたし、昨日の夜もね、23時8分ぐらい、報道ステーションがちょうど終わった後に誰かが午後の廊下を通って、で、1階の方から男性の声でね、出演者じゃない人間の声で、チっていう声が聞こえてきたんですよ。で、まあ、眠りにくくなった。それまで眠気あったんですよ。で、今日の朝、今日は土曜日じゃないですか。で、土曜は何するという番組が、うがなつみが出ていて、で、池上彰のニュースそうだったかが、まあ今の状態だとたまにあるぐらい。で、もう正直言いますよ。で、あの、能登半島の地震が移ったところで、その、出演者の人たちがね、能登半島のことを話したり、上田つみ自身が能登半島のことを話していたら分かると思いますけども、もうあの、僕も上田、今結婚希望相手を佳子さまに絞っている以上、まず土曜は何するとか、見る気ないんですよ。ややこしくなるから、呪いとか来たりとか。もう、これで呪いが来てる、本当に。だそれは上夏みのワードを出しただけでそうなのか何なのか。だか岡と違いもいいところで。で、これ、佳子様、まあ、この間、その、湖北病院の駐車場の車の中にいたのが佳子様だったとしますよ。もちろん黒髪の人の方ね。で、顔がだいぶ、もし佳子様本人だったとして、顔がだいぶ変わってたと思うんですよ。でそれはね、多分直接僕の家に来ないからだと思いますよ。コンピューターがその電波等でいろいろつなげたりするでしょ。で、コンピューターが神がかり的な力を使うじゃないですか。で、誠実な生き方っていうのは、その、まあもちろんどう行動したかっていうところがあるのであって、私の自宅で、素直にこうスッと昼間来れたが、まあ、昼間だったらそんなに、しょっちゅう絡んでくる人間はいないんでね。日曜日の場合は、まあ、4月から、まあ、12月ぐらいまで、掃除があったり、集会があったり、まあ、掃除に関しては、まあ、数ヶ月に1回とかで、まあ、冬場に関しては、掃除はありません。あの、基本的に草刈りとかですから、冬は草生えてきたりしませんから。だから、まあ、ある程度の時間帯に僕の家に普通に訪ねてくる。で、ね、絶対問題ないはずなんですよ。で、以前その、加藤夏希という元モデルのものがね、まあ女優もしてたみたいですけども、僕の家訪ねに来た時、そのテレビに出てた時の顔だったんですよ。だからこれ佳子様だけに限らず他の人間が他の、あの、今も結婚希望で佳子様にしてますから、佳子様の行動で、それが決まってくるっていう形になるんですけども、他の家とか入ったりするとか僕の顔が変えられてる可能性あるんですよ。本当に。ちゃんと結婚するんだったら僕の家に来てるはずですから。で、あと引っ越し云々とかを考えた時に、これがいるとかあれがいるとかね、その何を捨てなきゃなんないかとか、それ絶対そうなんですよ。で、どちらにしても、もし結婚をお断りになるんだったとするのであれば、まあ、いろんなことを想定して言ってるだけで、ちゃんと佳子さんは、僕との結婚を考えてくれてるんだろうなっていうところはあります。もう、喉が痛い。で、その、土曜は何するに関しても、その、出演者が映っていても、
その横に、司会者とかを立たせていて、画面の中に一つの枠になかなか映らないでしょ。で、今までのメンバーもう一回読んだりして、そこから先はつなぎ合わせとか、いくらでも映像を編集して作れるから、大抵のものはもう以前の放送した内容のものでしょう。その出演者丸ごとの話の方ですよ。で、多分もう、ほとんどの番組はいらないから、ほとんどの人は買い物行くとき、自分の家の近くのスーパーマーケットに行って日々買い物をして、で、自分の知ってる範囲で靴屋さんに靴買いに行ったりだとか、たまに靴底が減ってきてね。で、まあ、上着がすり減ることなんかまずないから、だいたい上着は残る。その、冬場の例えばああいう風なコートとかはね。まあ、どちらかというと、その肌着とか、そういったものが、こう洗っていって、こうだんだん T シャツとかこう破れて、古くなって、で、捨てる、新しく買う。で、そういったものもスーパーマーケットに販売されてます。あんまり服を買いに行くこともない。まあ、ズボンに関してはね、ほどほどの期間で、まあ、古くなってきて破れたりしますけども、まあ、そういう時に買いに行く。だあんまり、そんなに自分の家から遠方に買い物行くことがないから、テレビで放送するものってあんまりないんですよ。重要な、エネルギーの残存量問題とか、そういう知識をしっかりと放送して、社会全体に呼びかけるような放送だったら、僕を出演してね、僕が出演して話するんだったら、良いと思います。それプラススポーツ業界と今までどういうふうなことがあったかっていうことを話して、その上で、その話をした後に、もうスポーツ業界縮小しましょうって。そうしなきゃ、みんな自分の命とスポーツ業界をダラダラダラと、どうでもいいような試合をさせておくのと、どちらがいいんですかって。やらせの方法をしてしまったら、球団とかに違法行為があるっていうことになって、お金を払って入場してきたお客さんから訴えられてお金の返金をしなきゃならない。じゃあ球場を無料で入れてあげていいかって言ったらそうじゃない。もともと税金混じりで、いろんなスタジアムは作られてます。で、もともと球団、プロ野球でも、もともとその球団の母体となっているところは電鉄会社で、電鉄会社も、地方公共団体でもともと税金で、鉄道を敷いてます。その後民営化してるんですよ。国で面倒見なきゃなんない範囲が広すぎるっていうことで、全部が全部公務員は無理だっていうことで、そうすれば自分たちで自主的に人員を整理したりだとか、そういうことになりますから。まあ、今年阪神タイガースがオープン戦で9連敗したのも、その淡井圭介にまだお金を払ってないっていうことが原因だと思うんですけども、それね、それ言うんだったらね、他の球団も同じ、読売ジャイアンツは読売ジャイアンツでお金払わなきゃならない。いろいろ関わってるから、淡井圭介と。もともと NPB、日本プロ野球協会ということで、プロ野球機構かな、プロ野球機構の方ですね。まあ、世界大会を行ってましたんでね、そこのお支払いもないから、今更スポーツ業界で、ね、わけのわかんないことするようなね、そういうことって許されませんから、だからもう何しても違法行為になってしまう状態なんですよ。まずお金の部分できっちりと僕にお金を支払ってね。で、それまでの経緯っていうのを社会全体でしっかりとテレビで発表するべきだ。で、報道ステーションの大越さんとかは、それだとテレビに出れません、出れませんって言ってる人たちは、報道の本当の話をされたら困るから出れませんって言ってるだけ。偽名じゃなかったらテレビに出て言っていい、今までのこと。
世界のルールは法律で裁判所の裁判が終わった後その内容を公示されてテレビのニュースになるように、他のいろんな法律があるように、第三者への善意、これがあるじゃないですか。だからエネルギーの残存量問題とかもっと大きな話でいくと、50億人以上の命がかかってる、先々生まれてくる人たちまで含めるとね、その内容の方が一番最優先であって、それ以外の内容で買ってはならないっていうことなんですよ、僕に対して。他の法律面ね。で、物事をずっと辞退させるような行動をずっとしてしまってるから、だから、まあ、佳子さまは僕の家に、まあ、普通にね、昼間来る。まあ、大体の時は見てもらったら分かりますけども、さすがにね、まあ、なんか結構人おるな。まあ、来づらいのは来づらいかもしませんね。さっき見た時はね、そうでもなかったんですけど、外、天気、撮影した時、外誰も見受けられなかったんですよ、歩いてる人。かといって車を乗ってくれっていうことじゃないですよ。ああ、佳子さまの方が、例えば、そっちの道から、まあ、この向こうの方のね、道の方から来たりとかで、その辺のところは人あんまり歩いてないから、それこそその時だけマスクしておいて、で僕の家まで来てくれた来たら、あとはマスク取って僕の名前を呼ぶと、でまあ1分待っても出てこなかったら、あ、家にいないんだなということで、また1時間後2時間後3時間後とかに訪ねてくる。やっぱり話とかしなきゃならないでしょうし、もしどこか移動するのであれば、やっぱりある程度早い時間帯じゃないとダメですか。早いっていうのは早朝じゃないですよ。早朝来られるのはそれは一番困るから、まあ、昼前後、今日例えば撮影してるのが11時じゃないですか。まあ別に10時ぐらいでもいいんですけども、ある程度の時間帯に僕の家に来てもらう。だからこういうふうな予定だけで動くっていうような形にした方がいいと思いますよ。以上です。まあ、竹内恵美さんへのメッセージなんですけども、耳になんかつけてませんでしたっけ？で、髪の毛金髪みたいな形でしょう。もうそれだけで喋りかけづらいです。で、足組んでスマートフォンこうやっていじってる。関わり合いたくないに変わります、本当に。だから河合さん何々ですけども、一応皇室の人と連絡つけれるかもしれませんけども、それで来ましたとかで来るんだったらいいですけども、これも全部の話ワンセットなんですよ。この世の中はね、まともな社会に変えていけるかどうかって、テレビのあり方から何から何まで。だからもう、佳子さま以外の人間との結婚の道を選んでしまったら、多分もう、先々、日本は滅びる。どう考えても。世界も多分あんまり変わらないと思う。日本が率先してそれを行わなかったら、台風消滅の話とか、ね、実際僕が出してきた結果とか、世界中の政府上層部の人たちが分かっていて、動かせれそうな人間僕くらいですから、急に僕みたいな人間作ることできない。なんか、バカなね、人間が入院とかいう、その一言をまだコンピューターの電波がね、言ってきてるんですけども、ついつい言い返したくなるのが、そいつが入院したいっていう話なんですけど、違う、罰金刑。入院っていうやつが罰金刑。で、社会の実態をしっかりと教わってね。元警察官が、元医者だった人間が警察官になったのか。
それで、元警察官の人間が精神病院の医者になったり、元公務員の主査だった人間が精神病院の医者になったりしてるから、政府の隠蔽で税金への激しい食らいつき、そういう社会をしっかりと教えたら病院へ行きなさい、なんかそんなバカなことね誰も言わなくなる。君それだったら悪党側だよって、違法側だよって、ものすごい罰金刑、本当は傲慢なだけならない立場だよって、何十万とか、そういうことをテレビで放送しなきゃならない。だからこれ案外その昔その病院に起因させて、その自分の言いなりにさせるっていうことを家族間で行ってしまっている人たちが多いんですよ。両親が親でも自分の子供をね、精神病院、喧嘩したぐらいでね、精神病院に入院させたりしている親がいた。受け入れる医者ももうどうせお金に狂ってるんですよ、稼働率うんぬんとかでね。だそういう本当の話を全部、しなきゃならないから、だから皇室という後ろ盾がなかったらね、多分その話をテレビでした時に僕の立場も危ない。で皇室だけじゃ足らない、国連、世界中の政府上層の後ろ盾がないと、まあ、インターポールを傘下に世界中の警察官が法律上存在するんですけども、それプラス諜報機関、世界中のそれが、後ろ盾になって行動してもらわなかった、結局無駄なことでずっとエネルギーを損失してるでしょ。そんなに、仕事仕事っていう社会でもなかったっていう話で、でも60歳ぐらいになったら仕事を降りてもらうっていう形でね、物事を組み立てていったら、その考え方によると、まあ40代ぐらいで、大臣になってもらわなきゃならない。で、そこから複数の大臣を経験したものが、まあ50代ぐらいで総理になると。まあもうこういう形ですね。だからもう僕なんか今年で47ですよ。もうだから今更政治家なんか無理です。で、まあこの間、昨日アップロードした内容で松原の話はしましたんでね。その人間は偽名使って NHK の番組に出ている。一応まあそれ、これ、もう世界のルール、法律でね、まあ民法720条の正当防衛から、まあ公開しておきますね。それしなかったらもうみんな世の中がどうなってるかわけわかんないでしょ。で、L 業界側を認めるような人間から票を集めていたのがその松原っていう人間だと思います。多分その息子はレイプしてる。で、宝塚さんの病院に入れられてる。僕と話、僕と同じフロアにいた松原っていう人間はそのもの。もう話聞いてたら大体一致してくる。親が金持ってるから、やっぱり暴走族になってしまったみたいですね。余分にお金があったらあったで、そうなっちゃうんじゃないですか。で、だから親が権力者だから、だから、その、暴走族。安易に警察署に。挑発行為しに行く。社会の実態でこんなものですよ。ね、これはね、これです。ちょっと待ってくださいね。一回巻き戻して。この人、元議員で、この人だったような気がする。もともと議員で松原って名乗ってた人ね。で、この人が、NHK のニュースウォッチ9っていう番組があるんですけども、その前に、8時45分から、まあ、兵庫県のニュースを放送してるんですけども、その場面の一場面で出てきている人で、昨日本当のことを言ったら、次の日になったら、
違うアナウンサーに変わってます。だから何年前にそういうふうにテレビに出ていた人なのかわからない。で、テレビの報道自体が何年も前のものをそのまま放送したりしているからわからない。で、昨日、その20時45分、そのニュースウォッチ9の前のね、その兵庫県で放送されている、報道に関して、録画してたんですけども、録画できてませんでした。セットしたのですよ。だから、AI 稼働なのか、僕を徹底的に監視してる諜報員がそういうふうに動いたのか、今やばいっていう声が聞こえてきましたね。で、これはね、ニュースウォッチ9が始まる前の、これ、兵庫ニュース。時間とかも書いてる。ね、別の人に変わってるでしょ。本当のこと言ったら。じゃあ、大量の NHK 料金はどこに行ってるんですかっていう話になるんですよ。変でしょ。一応、日本のその本当の人口って6000万人いるかいないかぐらいだと思うんですけど、最悪5000万人いないと思います。で、じゃあ、1世帯から1年間でね、まあ12ヶ月払いだと NHK 料金。まあ1万3000いくらです。っていうことは、その、まあ世帯数ですからね、まあかける5000世帯とかで、考えていたら、もともと1億2000万人の数字を信じていたら人口。まあかなりの金額になるじゃないですか。その、何千億と、5000億ぐらいですかね。だけども、実際は人口が6000万人いるかいないか、最悪5000万人下回る。そういった中で、だからまあ一世代ですから、一つの家に、まあご家族さんだと、まあ親子3人4人、もしくは多いところだったら5人で暮らされてるわけじゃないですか。で、1世帯の NHK 料金の支払いだから、じゃあ NHK 料金実際のところ、年間2000億か3000億ぐらいですかっていう話になるんですよ。それで12チャンネルとか2チャンネルとか増やしてる場合じゃないっていうことになるんですね。その何かを放送しなきゃならないっていうことにテレビ局はこだわりすぎてるんですよ。だから2社2社合併で、テレビ朝日とフジテレビと TBS と、読売テレビとまず合併して、夜中と明け方の番組を全部なくす。テレビの放送は朝の8時から。夜はもう23時まででいいんじゃないですか。で、あとは野球界、延長戦なし。これでスポーツコーナーの放送を早くできる。だいたい9時前後で試合終わりますから、早い時だったらもう9時になる前に試合終わりますよ。だからその辺のところがアメリカのメジャーリーグとかで、昨年、ピッチクロック制度とか、あのバッターの方もその制度を取り入れたでしょ。あれは早く試合終わらすためなんですよ。普通に考えて、やっぱり3時間前後の試合って長いですよ。見る方も。だからまあ、延長戦がまずいらないっていうことですね。普通の、まあ、もうこの話はちょっと佳子さまへのメッセージですから、もうやめておきましょうか。だからもうそういうようなプランとか僕の頭の中では出来上がってるんですけども、多くの人が動いてくれていない。こういうことになります。対応していない。ただただみんなほったらかし。すべてが露呈したのは、とてつもなくいい加減な社会。以上です。まあまあ、これで佳子さまは僕の自宅へ直接来ていただけるようになるんじゃないかなと期待して、メッセージ送っておきますね。
まあ、なんか電波でまた入院とかいう声が聞こえてきて、それに対して了解とかいう声が聞こえてきてるんですけども、まあまず僕のことではない、あとその入院って言ったやつがもう罰金払わなきゃならない。以上です。公務員であってもね、もうちゃんと本当に悪いことしてない人間とかだったら、特に裁判所で法廷開いて、でちゃんと出廷させて、で今までどういうふうなことがあったのかっていうのを喋らせたら、そこからそのものをどういうふうにそういう方向に持っていった人間とかがいるのかとか、存在するのかとか、そういうことがはっきり分かりますから、やっぱり法廷ですよ。法廷で喋らすこと。以上です。